劇場をご覧の皆様、こんばんは。こんばんは。もしくはおはようございます。まあ、見ている時間帯によってはこんにちは、もうこんばんちはなんつって。いつも同じ服を着ているでおなじみのコンプリート爆弾の近藤秀志と満月動物園の諏訪逸美です。満月動物園第21夜アッシュメロディー遺廃の歌。おお、これどんな話ですの？2003年に歌うたいの方でラフレシアで。2003年に上演したやつのリライトですか、ね、かつ新作ですね。これは気になってきたで。2週間後です。そうです、2014年2月28日金曜日から、3月1日、3月2日と3日間金土日やってます。オーテインシアトリカルオーテイン、前売りは2500円です。で、当日がちょっと上がりまして2800円となります。ブロック指定席とかもありますので。そうなんですよ、皆さんもこれね、あの要予約で、チケットをご予約いただいた方にはブロック指定席って、しばらく2列分ぐらい見やすい席を優先的に取らせていただきます。はい、今回高島奈々ちゃんと西原きよみちゃん、今回2人が入って初の本公演です。そうです。あとが、顔が見えるか、それぞれに近藤秀志。ホームページアドレスどこから出ようか。おお、どうなってる、どうなってる。おい、引っ張り上げた。やばって、やばい、出た。おい、ここに出てます、でっかく出てます。満月動物園、これどっちに控えていただこうか。成仏していただこう。成仏だと思う。成仏だと思う。上からちょっと高い目線で見てもらいましょう。どうぞ皆様お越しくださいませ。ありがとうございます。